人形劇の舞台裏を大公開。人形劇の公演をしていると、舞台裏が気になって舞台裏に来る子がいます。また人形パフォーマンスのダチョウのマーチを行うと、数人の子は舞台裏を見ることになります。そうすると舞台裏を見た子と見ない子に分かれて、見ない子は悔しがります。たまに公演終了後に舞台裏を全員に見せることがあります。公演会場の床の都合で見せたり見せなかったりが決まります。ステージ上に舞台を組んだ時は、奥行きがないと舞台裏を公開できません。舞台の底にはキャスターがついていて、横に大回転したように舞台裏を客席に向けることができます。昔、舞台の蹴込み幕を外して、人形劇教室と称して劇の一場面を再現したことがありました。舞台裏は見えても見えなくても公演できます。テーマパークでは、2ステージ目が前のお客さんより後ろのお客さんの方が多い時がありました。子供も大人も舞台裏が気になります。モール街の公演は、実演中に会場から舞台の中が丸見えだし、裏にエスカレーターがあると舞台裏が、お客さんたちに大公開になってしまいます。来ました。分かったかな。はい、どうぞ。